こんにちは、舞姫大学のナミさん。今回もね、お金の機能ということでね、6つの機能を紹介してくださいましたけども、このお金っていうのはじゃあどっから生まれて、どういうふうに形を変えていくのかなってことを私たびたび考えるんですけども、結局はね、その自分の頭の中をどうアウトプットするかによって、そのアウトプットによって交換して入れるのが、まあ、お金が入ってくるよってことなのかなと思いますよね。例えばね、有名な講演家の方は、喋ることによって人にいろんな考え方をお伝えして、その対価として入場料っていうのをいただきますよね。この入場料が高ければ、そこまで払って勉強したくないよって思われてね、入場者は減りますし、だからといってすごく安くしてしまうと、人はたくさん来るんでしょうけどもね、今度講演する方がちょっと大変になっちゃうかなっていうところがあります。まあ、ですので、いいバランスの価格の付け方になってきてね、入場料3000とか5000とかっていうことになるのかなと思いますよね。で、お笑い芸人とかに考え方を変えてみると、面白いトークができる人っていうのはやっぱ儲かっちゃいますよね。でも、あんまり面白くない人っていうのは儲からないわけですよ。で、これもだからアウトプットが、頭の中で考えたことがお金になるっていうことのいい例なのかなと思います。そしてお金を得て、まあ、6つの機能がありますけども、何よりもね、お金っていうのは、やっぱりこれは正直な話、余裕を与えてくれますよね。銀行口座に1000万ありますっていうと、なんか今日明日に、まあ、焦ることはなくなるかなと思います。ただ銀行口座にお金が1000円ぐらいしか入ってなくて、お財布の中にも300円しかないと、あと入金の当てがないってことになると、当面のお金どうしようとかね、なっちゃいますし、何かお金が必要になったら即借金になってしまったりとかね、払えないってことになって、本当に焦るなと思います。そういう意味で言うと、お金の6つの機能っていうところに別に差を指すわけではないんですけども、プラスアルファもう1個あるとしたら、なんか安心感というね、精神的なものをもたらしてくれるのかなっていうところが あるんじゃないかなと思いますよね。そして精神っていうのは、何を隠そう、脳の活動ですから、だから面白い話ができる人っていうのは、それから人がね、お金を払っても聞きたいよっていうふうな話ができる人っていうのは、同時に自分の精神を落ち着かせることもいろんな意味でできるのかなと思っちゃいましたね。要は気持ちの持ち方って人間すごく大事なんだよっていうことなのかなっていうと思いますね。それからナミさんがね、今回動画を送っていただきまして、いろいろ私もね、考えることができました。こういうふうなお互いに考えていることのやり取りをすることによって、なんかね、人との関係っていうのは豊かになるかなと思いますし、人の考え方プラス変わったり変化したりするんですよね。まあ、変わったり変化したりするって同じ意味ですけどもね。まあ、変化するんですよね。で、どう変化するかってことも、自分の振り返り、人生を振り返った時に感じることもできるし、いろんな方との付き合いがある中で考えることもできると。ね、ナミさんと初めて知り合ったのは8年も前のことだったと思いますけども、その頃はね、どういうふうにお金のことについて考えてるかお互い分かんなかったですけども、こういうふうにやり取りする中で、共通な点もあるし、それぞれ別の考え方をしているところもあるし、尊重できる部分がね、多いなとか、参考になるなとか思ったりする、そんな人と人との関わりっていうのが、なんかあるかなと思いますよね。